これらを使って猫ちゃんの着物みたいなものを作りたいと思います。一応自分なりに型紙を作って裁断してみました。これが正しいかどうか分かりません。でも一応やってみます。これ前身2枚で、これ後ろ着物なんですけど、ちょっと変わった感じの着物になります。2枚で、お袖2枚で、お袖の内側、これがうまくいくかどうかわからないんやけど、もう2枚で、これ後ろの中心の下に、なんていうの、ボックスプリーツの内ひらみたいなやつ。まだ襟はちょっと長さがちゃんと決まってから裁断したいと思います。で、パイピングに使うのにもう1枚この色をチョイスしました。これも手ぬぐいです。結局この柄が2枚で、この柄が1枚とこれを使います。手ぬぐい全部でだから5枚を使いたいと思います。まずどうすべ、前身の方こう折って、ここを直線ミシンで縫います。ここが縫えました。縫えたら端始末をしたい場所をジグザグか何かで端始末しときます。前身の肩とこう脇のところ、後ろ身の後ろ中心と肩線と脇、後ろのこれビーズのこことこことここで、お袖はこことぐるっとか、一応ぐるっと、お袖はどうなんかな、袖はちょっととりあえずやってみます。一応全部端ミシンかけました。他のもかけてます。で、これ後ろ身で、後ろ身の縫わないとダメなところまで印打って、こうか、こう、ここまでかな、全部縫わずにここの頃までで留めます。で、こっち側も一緒です。こう縫います。こんな感じで縫えました。そしたら、背中の中心を次は縫います。この、ところからここまでを縫います。ここまでしか縫えてないからね。はい、縫えました。で、ここをこう割って、で、ここをこう押さえようかな、四角に。後ろ身ごろできました。で、次は肩を中表にして、ここを縫っていきます。じゃ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 ーん、肩がつきました。で、ここからがだんだんちょっと自信がなくなってきます。袖付け、この半分に折って、ここがここなので、袖をもう一回やり直します。と、ちょっとここ襟はまだ後で説明します。とりあえず、袖を中表にして、中心から 4.5 センチ、4.5 センチを縫います。はい、
縫えました。ここが縫えたら次は袖をつけていくんですけど、最初はこっち側つけたやつ、最初はここの肩のここをここに中心合わしたんですけど、それじゃあ来た時に袖がねじれちゃったので、ちょっと前に位置をここに書いてるんですけど、前側に中心を、この中心をずらします。で後ろはここまで縫い付けます。で前はここまで、だからここの長さが変わってくるのかな、からこう、こっちから見た方がいいよな。ここが、ここを中心、袖の中心にしてここまで縫うのは、ここまで前はで、後ろはここまで縫います。ここまで縫い付けます。からこう、ここまで縫います。ここが縫えました。で次はこう、こっちをこう合わせて、ここまで、ここのキワキワまでこう縫います。でこっち側もこう合わせて、同じようにこのキワキワまでこう縫います。縫えました。こんな感じです。で次はどうするんだっけ、この縫い代とこの縫い代を割って、割った方がいいよな、割る方がいいんかな、どうなんや、割った方がいいか割らん方がいいかちょっと分からんな。とりあえず 割るか。割って、でもこの辺でどうせ団子になんねんけど、まあいいや。割って、でこうして、どこまで縫ったらいいかな、どこまで縫ったらいいかな、次はここまでかな、ここまで、この縫われてるとこまで、ここのギリギリまでこう縫って、でこっちもこう、どこまで、ここのギリギリまでこう縫います。はい、縫いました。なんか大丈夫って感じやけど、きっと大丈夫かな、ってやろね。
ここ肩ここか、こんなこんななってる、すごいずれてる。でここをこうちょっとこうちょっとこう出す感じにして、袖がこうちょっとお袖のこっち側から見える感じにして、でここも中に入り込んじゃってるから見えるように出して、この塗ったとこ中側見てるかな、ちょっと出したいね。アイロンで整えます。アイロンをきれいにかけます。でこの縫い代をこう折り曲げて、中側の縫い代を折り曲げて、この割ったこのキワキワぐらいにこうまつりつけたいと思います。縫い付けました。で、次は脇を縫います。脇がどこまで、でこっからこう縫います。脇が縫えました。で脇が縫えたらアイロンで縫い代を割って、でここも縫い代をこうアイロンできっちりこう折って、こんな感じになってるんですけど、縫い代の上をこっからこうステッチをかけます。こんな感じに縫えました。足したら 47.5 やから、長さ的には縫い代2センチ入れて 49.5、 50あったいけんねんな。3センチの襟で折り曲げて4センチで50の4センチ。字の柄違いの方はどんだけ出すかによるんですけど、ちょっと出したいので、こんぐらい1センチ出したいので、5センチ、こっちはダブルで半分に折って5センチで50センチ幅で切ります。はい、切れました。これもこんな感じで、で半分に折って、こっちはこのままでこうひっつけます。これ同じ長さのはずなんよね。50センチ50センチやから、ひっつけといて、とりあえず半分のところに印つけときます。で中表にして、でこうこう縫っていきましょう。襟をつけたら、これをこうってこう、襟をこうってこうってこうってこうこうってで、ここをこう縫うんですけど、その時に紐をここに
入れておきます。こんな感じで、でここを縫います。はい、つきました。こうこんな感じですね。縫い代はこっちの襟側に全部倒れてます。でこれをこうすると紐がつきました。でこの紐は必要な長さにします。でこれをアイロンで地に折って、これをこう折って、ここをかがっていきます。かがりました。こんな、こっち側1センチぐらい出して、裾にバイアステープをこうやって留めていきます。ここも1センチぐらい残してカットします。で、こっからこう1センチ内側を縫います。縫えました。で、そしたらこうして、こうして、どうや、これこう蛇腹か、こうか、こうこうでこうでこうこうでここを縫います。縫えました。ちょっと綺麗に切っときましょう。アイロンで綺麗にして、こう縫い代をここ中に入れて、このキワキワをかがって留めていきます。はい、かがりました。表から見たらこんな感じです。で、糸始末とか綺麗にします。で、紐は2周ぐらいできるぐらいの長さにしています。ちょっと厚めの布に貼れる布を貼って帯を作ります。すべての工程の中で帯を作るのが一番難しくって、一生懸命ああでもないこうでもないと作ってて、動画に収めることができませんでした。こうやって貼り付けて、お腹の周りの帯を作ってます。で、背中のくくってる部分はくくってる部分で別に作ってます。クリップを3つつけて留めるようにしました。ビーズで作ったお花があったので、それもつけて飾ってみました。着せる時にこう着せて、で片一方こっち側から出して、でこんな、どっちが前、これで持てんのかな、で片一方がこうか、片一方がこ
こうなったらもう一回こういう感じで縛ります。で、この紐が出やすいので気になるので、こうこんな感じでかぶせて、で、帯をここに、ちょっとぐちゃぐちゃなってますけど、これちゃんとくくります。中にこう降りてこないようにして、で、こうで、ここ止めて、で、だいたいうちの子はこれぐらいかな、これぐらい重なるかな。で、ここにここにこう止めて、ここにこう止めて、ここにこう止めるっていう感じでひっつけました。こうひっついてます。こんな感じですかね。こんなんとか隠れてます。来たところもご覧ください。